皆さんこんにちは。環境課がお伝えするエコライフ通信、今回は第14回射水市環境と暮らしフェアと射水市一斉クリーン大作戦2019愛犬のしつけ方教室についてお知らせします。最初に第14回射水市環境と暮らしフェア開催のお知らせです。9月29日日曜日午前9時30分から射水市未来クル館とクリンピア射水を会場に第14回射水市環境と暮らしフェアを開催します。今年のテーマは共同で作る環境の街射水、地球の笑顔はあなたが作るです。環境の問題は私たち自身の問題であるとの立場から、私たち一人一人が共に協力し、将来につながるエコなライフスタイルを定着させることが重要です。フェアでは好評の再生品活用市をはじめ、環境クイズラリーやリフォームファッションショー、おもちゃの病院、各種団体、企業によるコーナーなど、たくさんの催しのほかに、小中学生による科学作品の展示や食品ロス削減啓発ポスター、壁新聞の展示、環境に配慮する団体企業によるエコ商品の紹介なども行います。また地産地消コーナーや屋台コーナー、飲食コーナーもご用意しておりますので、ぜひご利用ください。このフェアに参加して環境やエコについて考えてみてはいかがでしょうか。詳しくは広報射水9月号と一緒に配布されるチラシをご覧ください。皆さんのご来場をお待ちしております。次に射水市一斉クリーン大作戦2019の実施についてです。10月13日日曜日午前7時から射水市全域で射水市一斉クリーン大作戦2019を実施します。昨年は多くの市民が参加し、約 4.5 トンのゴミを回収しました。今年も道路などに落ちているゴミや歩道の雑草などを回収し、各地区の定められた場所へ出してください。また同日10月16日水曜日から20日日曜日にかけて、富山県で開催される世界で最も美しいワンクラブ世界総会に向けて、視察先である海洋丸パークでセレモニーと周辺清掃活動を実施します。こちらも広報射水9月号と一緒にチラシを配布しますのでご覧ください。自然豊かな美しい郷土を保つために、市民総ぐるみでクリーン作戦に参加し、きれいな射水市を守りましょう。最後に愛犬のしつけ方教室についてです。10月26日と11月2日の土曜日午前10時から射水市未来クル館において愛犬のしつけ方教室が開催されます。射水市在住で1歳から2歳前後の犬を飼っており、2日間とも参加できる方が対象になります。内容は講師による講義と歩く座るなどの実技演習で、定員は8組程度です。応募締め切りは10月10日木曜日で、先着順となっています。申し込みは富山県高岡厚生センター射水支所 56-2666 までお電話にてお申し込みください。正しいしつけは愛犬の命を守るためにも必要です。正しい知識を身につけ、より良い関係性を築くためにも、この機会にぜひご参加ください。環境課がお伝えするエコライフ通信でした。